よし、それじゃあリフトに乗るぜ。タル目隠ししてるみてえなんだけど、まあいいや。6ステージ、さあ徐々に上がってきた。世界ジュニアス級チャンプのこの俺の実力を見せてやろう。イオナさん、この勝負は私の勝ちです。そうそう、邪魔にはハンデをやろう。バカにするなよ。さあスタートよ。邪魔ほんとハンデもらってる。邪魔をハンデもらってるぞ。これきついな。ヒント、雪で足元が滑るから気をつけてね。頑張ってね。滑りゅう、滑りゅうど、わらわら滑る、やばい。開始と、これちょっとあれで危ない。これ一個負けることにこうなんだよ。これやばいな。飛騨天祖くんと、ちょっと勝ちに行こう、勝ちに。このためにアイテム買い集めてんだから。行こう。ここがね、失敗があんまりできねえからな。そのためにここのためにアイテムを。そう、昔のプレイはテレポテト使わないとここは1位になれなかった。マジか、そこ。ちょっとやばいな。マジでいかねえとやばいやつだ。テイルズやってほしいね。よ、息吹き返るも、息吹き返るも使う。今のはわらわら、今のは罠だよな。いいいい、タルノンストップだぜ。よし、びっくりしたわ。これにはびっくりしたわ。下押した瞬間にタル止まる？いや、下ベロ出した瞬間。息吹ガエルがあれば。気があってもダメなんで、負けるから。2回か3回しか失敗しちゃいけなかった気がする。やばい、ハラコくんに負けてしまうんじゃないですか。買いまくろう。金に物を言わせる。20枚、ちょっとぐだるだけだな。いいや。名古屋ギモガリマック、ウェーイ、いくでー。おー、エキアップたこ焼き。おー、2個目、マッツァンサービスいいね。あ、3個目、マッツァン4機目。ちょ、サービス良すぎねえ。それだけ難易度が上がってるってことでいいのかな。ハラコに勝ちてえな。マッツァンありがとう。マッツァンバネーっすよ。一気に増えた。2面。ハラコに負けたくない。そっから。使いたい放題。戻った、わら。マップの特徴教えておくれ。雪で足元が滑るから気をつけてね。分かってるよ。うわ。あー、騙された。雪で足元が滑るんだけど、なんでたこ焼きの上も滑るんだろうな。ここむずくね？息吹き返るあれけど、ちょっと、おこれはミエールがあったら、ミキステージ共通に言える、わら。ミエッチンがあったら、あの下、わかりそうだよね。これあれじゃない？いつもの。隠しマップ。あんまり美味しくない隠しマップ。一個ずつ一キャップぐらいは、あった。いやー、うまい。息吹きガエルあるよ。息吹きガエルいらなかった。まあいいや。金に物を言わせていこう。4-2グリア。
保険保険。よし次だ。ヒント、雪で足元が滑るから気をつけて、リフトの動きに気をつけてね。空飛ぼう。さらに無敵と息吹き返る。もうここのためにこんな金なんか貯めてるみたいなもんだからな。超贅沢。アイテム3つとは太っ腹だぜ。おっせ、デビルウィング、うわー楽ちん、超楽ちん、超楽ちんなんですけど、わらわら、超楽ちんなんですけど、おお、わらわら、びっくりするぐらい楽ちんなんですけど、もう何も怖くないよ。楽だなこれ。こんな楽なことがあっていいのか。うわー楽ちんだったね。やったぜ。空が飛べるってこんなに簡単。まあマリオでいうピーだからね。これがアイテムの力だ。わら。やったぜ。このハラコに勝つぜ。アスレチックステージとは何だったのか。さすがですわね。息吹返る。無敵。アイテムってすげえな。空を自由に飛びたいな。わら。やばい、ハラコ早い。に当たったら受けた。ちなみにこれね、上には戻れないんだよ。スキーだから。で、ここ。お、ハラコやべ。ハラコに勝ちたい。使いたい方だ。ティリプティキューは使わん。俺太っ腹無敵。あ、落ちないんだ。ここスキー場？こんなスキー場があってたまるか。ミエッチン欲しいな。これなんかあるんじゃないでしょう。ショートカット。やっべやっべ、ハラコに負ける。アイテムを使う、こういう時のための羽を。落ちたら意味なし。急に難易度上がりやがって。金ならいくらでもあるぜ。もうなりふり構っちゃいられねえ。わーい、羽チート級、わらわら。テレポテトはもっとチートだよ。いきなりゴールだから。画面の向こうから来るってさ、マジ勘弁してほしいんだけど。これよく1回目乗れたな。あれ超怖かった。こことか滑りすぎじゃない？ほら画面の向こうから来る足場とかさ、おいおいおい、マリオより難しいんじゃねえかこれ。楽だな。やっぱこの辺は解像度との勝負ってところあるよね。わーい、クリア。やばいやばいやばい。ふぅ。てやばい、ハラコに負けそうだ。おりゃ。まあ、いつものいつもの。よし、ゴキなんでゴキアップなの、わけわからん。よし、これ下行くとね、上から一周回ってくるっていう罠だから、ね、行っちゃダメなんで。テレポテト
ウィーン。これね、なんかマッドで見たことない。ベガがサイコクラッシャーでいきなりゴールするマリオのマッド。やりたい放題でやる。タラコに勝つためになりふり構ってられん。わらわら。わらわら。テレポテトマジパネっすよ。わらわら。やったぜ。わらわら。しまった。やってしまった。37枚も残ってやる。テレポテトくれよ。ひどい。わら。テレポテトよこせよ。もう一個あったら余裕だぜ。いいか。負けるぞ。こんなゲームだって。んだ敵を攻撃できる。わらわら。負けたんじゃね。テレポテとか羽をください。これやばいね。負けたんじゃね。これ負けたっぽい。容赦ねえ。むずすぎじゃねえかな。滑るんだよ。てかお前ら何してんのこのイノシシは。どういうことこのステージ。あの下はワープっていうか隠しっぽいね。あ、クリアだ。イノシシ？何それ美味しいの？イノシシは美味しいんじゃないかな。やばいぞ。ちょ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 っと。めんどくせえ。これ負けたんじゃね？やったゴールイン。タルちゃん上手いので、俺とハレオの10年早いな。ところで本丸は、さっき単価で運ばれたぜ。俺好き、大好き。やっぱ負けたのか。タル、お前友達いないのか。本丸友達、俺以外でだよ。久しぶり、あ、ライバーが来た。俺の友達ライバー、なれなれしくするな。ミモラちゃんの心を奪ったお前を俺は許さねえ。復讐してやるぜ、死ねえ。タルさんもいじめるな。ライバーなんて嫌いになっちゃうぞ。それだけは勘弁して、今日のところは見逃してやる。だが、必ずやっつけてやるぞ、アバヨット。ライバーなんかやっつけちゃってくださいね、と。ライバーの上善の巻。はい、これ、あれだね。ちょっと、リセットして、セーブの続きから、スキー勝とう。リセット。続きから。おう。というわけで、かけらも容赦せずにクリアします。腹子に勝つためだけのプレイ。かけらも容赦せん。ストレイズを容赦せんぐらい容赦せん。よし、一面はそんな難しくなかったからね。腹子に勝ちに行こう。やりたい放題。無敵。あ、余裕余裕。腹子に勝ちに行こう。もう真面目にやる気ないよ。アイテムの力ってすげーだよ。負ける要素などどこにもない。ここのマッツァンすっごい1キャップくれたね。1キャップ、マッツァン1キャップ。たこ焼き大盤振る舞いすぎじゃねえ。ガンダムか。3個ぐらいもらえたよね。おお、やっぱ3個。4個。
5個プラスパーフェクトボーナス2機。わっざー、腹子早すぎねえかこいつ。機械で作ったたこ焼きは一味違いますね。念のためにね。ああ、ここはあれか、普通に無敵で駆け抜けるだけでよかったステージか。いいよ、残機があったらどうにでもできるから。ここは無敵プラス出してよかったな。楽勝ですな。ショートカットとか何もいらないっす。クリアだけでいいです。超楽ですな。何この簡単さ。わいは腹子に勝つんや。だから容赦せえへんのや。ここ落ちるステージだっけ。ホテルポテト行こうか。超面白い。なにこれ。プレイ時間3秒ぐらいイメージ。腹子よりずっと早い。絶対に負けられない戦いがここに。わら、こいつ早すぎる。ほらまだ3つあるもん。もう負ける要素なんてどこにもないわ。いや楽ちんですね。圧倒的スピード。大体でもみんなきっとこうしてたと思うよ。このスキーのステージまでアイテム溜め込んどいて、ここで一気に使うっていうのはね、タルルート君では基本。上から来るぞ。これでスルーした5面がどんなコースか見れるね。いやー便利だー。じゃあ、それはクリアだけ。もうスキーの要素なし。わら。ドゥーン。にゃ、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 にゃ。さあ、4の5。どんなコースだったんだろう。貯めとく。あら、誰も来ていないぜ。あ、来た。腹子早すぎだって、だからこれさ。いやいや、ギャップ。そこじゃダメだ。こい、下に行くと負け確定だから。腹子、こいつやべえぞ。あ、ここどんなコースだったんだろうね。はい、始まるよ。コース始まるよ。根津がいっぱい。アスレチックステージだね。ここはなんだろう、ミエッチに使うとすごい楽そうな気がする。この配置。セレクトってこれか。ん、なんかそういえばそんな機能あったなって思う。引力の赤力が使えるんじゃないか。えーい。やばい。こっちこっち。これ。
距離落ち。バップの数でアイテム使えたはず。うん、一個も使ってねえけど。こんなステージだったんだ。ここあら、こういう、お前早すぎだよ。やっぱり効くんだ。これで攻撃攻撃でほら、早すぎじゃねえ。原子ほんと1回ぐらいしかしねえ、ねえじゃん。原子やりたい放題だな。いやー楽だな。49機あるからね、死亡しながらちょっとずつ進んでいきゃいいんだけど本当は。でもこのステージはあの腹子が迫ってくるから、やっぱとっととクリアしなきゃダメだという。恐るべし腹子つとむの追撃、原子力。はい、楽ちんです。アラコ、お前の負けだ。どうやら俺には勝てんようじゃの。チュ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 、やったぜ第4部完みたいな感じ。ちょっと金が、原子力は強い。金がたまりつつあるから使おう。クラッチカードも溜まった。勝った、やったぜ、やった、ゴーリン。アイテムのすごい、渡るちゃん一等賞よ。たこ焼き100個おごってやるぜ。ところで本丸はさっき段階で運ばれてたぜ。俺好き大好き。それだけ、あんだけ苦労して買ってもらえるのたこ焼き100個だけかよ。やり直すほどでもなかったかもしれねえな。ダル、お前友達いないのか。本丸友達、俺以外でだよ。久しぶりだな、タル。ライバー、俺の友達、誰々しくするな。俺の好きなミモラちゃん。俺の好きなミモラちゃんの心奪ったお前は俺は許さねえ。復讐してやるぜ、死ねえ。タルさんもいじめるな。ミモラちゃん、ライバー嫌いになっちゃうぞ。それだけは勘弁して、タルルと今日のところは見逃してやる。マサオくんの声だったっけ、あんま覚えてねえな。だが必ずやつけてやるぜ。あらよ、ダル様お久しぶりですが、いやしょっちゅう会ってました。ステージクリアするたびに会ってたから。ライバーなんてやっつけちゃってくださいね。第5話ライバーの乗船の巻。アイテムいっぱい消化したけどいいや、セーブしておこう。